久しぶりにゲットレディウィズミーの動画を撮ってみました。私が出かけるまでの準備の様子でございますなんかゲットレディウィズミーの動画を撮ってるとやけになんかすっぽくなってしまうんですけど、そんな瞬間も温かい目でご覧いただけると嬉しいです。それではすっぴんからメイクスタート。まず今日も30度近い夏日なので日焼け止めアントルテミネラル UV クリーム SPF50 のものを塗っていきます。今期はこの日焼け止めをずっと使ってて、なんかちょっとテクスチャー固めなんですけど、ごめんなさいね、まだ起きてません感覚的に起きてない。ミネラルコスメのブランドなんですけど、バントルテなので使ってて安心だし、石鹸で落とせる日焼け止めなので。ちなみに本日の予定は、朝起きたら友達からメール入っててメールってもういつ時代の人なのっていうね、 LINE が入っててまみちゃんって言って15時くらいからもし空いてたらお茶しないって誘ってくれてて、ほんとしょっちゅう会ってる友達なんですけど、行く行くと思ってなのでなんか表参道のカフェに合うような格好メイクにしていきたいと思います。光源堂のマイファンシーメイクアップカラーベース。なんかシチュエーションによってベースメイク変えてた時もあったんですけど、この光源堂のものにしてからほんとどのシチュエーションでも絶対崩れないし、ツヤ肌ができるって分かってるので、ファンデーションも光源堂のアクアファンデーションを使っていきます。で、光源堂のファンデーション買いたいなって考えてる方は、麻布十番と東京駅に専門のショップがあるので、そこが一番まあしっかり色味は見てくださるかなって。結構なんかまあロフトとかにも美容部員さん的な方がいらっしゃることもあるので、やっぱファンデーション絶対プロの方っていうか店員さんに見ていただいて選ぶのが一番かなと。自分で選べる目利きの術を持ってる方は全然いいと思うんですけど、私も絶対ファンデーション買うときはお店に足を運んで店員さんに見てもらってます。いよいよそして私今コンシーラー3つぐらい使ってて、1つ目はイプサのクリエイティブコンシーラーです。あんまり綺麗じゃなくて申し訳ない、結構もう私ずっと使ってるんですけど、ベースの肌のくすみとかニキビ跡とかを消すのには本当にこの色がぴったりなので、なんか最近は適当にコンシーラー塗るんじゃなくて、ちゃんとピンポイントで筆で置いて指でポンポンポンって丁寧にぼかしてベースを作る過程がなんか楽しくて好きです。この前マネージャーにですね、お前さーみたいな、アミーゴの動画見たんだけど声低すぎるからもうちょっと声高く喋ったらって言われましたで、高く喋ろうかなと思ったんですけど、今更なんかね、私がなんか超高い声で喋り出してもちょっと気持ち悪いよねなんか前回の Get Ready With Me の動画の時も私声の低さについて自分で語り出したけど、なんか刺されてるんですけど、何これ、ニキビじゃない、モスキート、モスキート、何これ、この他の部分はエトボスのミネラルコンシーラーパレットで隠していきます。オレンジ色で馬の部分のせた後ちょっとだけ浮くので、その後こうイプサので境目をぼかす。え、本当に何なのこれ何、虫に刺されるのが悔しい、私も大切な血をみたいな気分になる。最近の動画の私のツヤ肌すごくないですかうざアピール。いや、そう、でもコメントでもすごいツヤ肌ですねとか、ちょっとすごい肌テカってるっていうコメントも1個あったけど、メイク変えましたかって質問いただいたんですけど、最近のですね私のツヤ肌の秘密、また光源堂かいって感じなんですけど、イルミライターを使ってます。前にイヴ・サンローランのラディアントタッチ使ってたんですけど、私だけなのでしょうか、なんか使ってて使い始めてからそんなに経ってないのになぜかすごいある日から異臭がするようになっちゃって、なんか異臭がするコスメ絶対肌に使ってたらなんかよくなさそうだしと思って、まあまあお値段したんですけどポイすることになっちゃって、で思った時にそうやって肌をなんか明るくしてくれるいいものないかなって思ってた時に、この光源堂のイルミライターを買い出したんですけど、こうやって放射状にこれをトゥン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 と
優しく叩き込むだけなんですけど、このひと手間を加えるだけですごく綺麗なツヤ肌になるんですよ。ここに光が集まるような感じになるので、このおかげでツヤ肌が最近できてます。フェイスメイクに仕込むこともあるし、夕方とかになんかちょっと肌くすんでるなって時に今みたいに同じように置いてメイクの上から重ねても全然崩れないし、あの疲れ顔が一掃されてとてもいいです。ローラーメルシエのトランスルーセントのパウダー、まだこのエチュードハウスのフェイスブラシをツヤ肌を生かしたいので、ほんとこの鼻とちょっと T ゾーンと目の周り、このパウダーをこの辺にのせないことによってツヤをわざと残してビューラーに入ります。最近私まつげパーマをしてみようかなって考えてるんですけど、してる方いますか？友達でまつげのカールすごい綺麗だなって思うとまつげパーマなんだよねって子がすごい多くて、あ、紹介し忘れましたが、私は今リンメルのマジックカールロックを売っております。夏って湿気が多いじゃないですか。雨も多いし、このマスカラ下地を使うことが多いです。このマスカラ下地はもうハイパーにカールが取れにくいので、マジックカールロックはですね、早めにすぐその乾かないうちにマスカラを塗らないといけないというミッションが残っているので、色いメイクのマスカラをただいま塗っております。皆さんはこの1週間どういう1週間をお過ごしでしたか？何してた？私はですね、幸せすぎる1週間っていうか、主にその幸せは2日間に集約されてるんですけど、恵比寿のリキッドルームっていうライブハウスがあるんですけど、900人ぐらいしか入らないまあまあ小さめのライブハウスで、ウーバーワールドとスーパービーバーというバンドがですねツーマンやってて、次の日がウーバーワールドと清水翔太さんのツーマンライブの日で、チケットが当たってですね、私何探してんの？あ、当たった。フォトビューラーの前にまつげコーム。そう、そのツーマンが当たって、で、その2日間連続でウーバーワールドの対バンドライブに行ってきたんですけど、私ウーバーワールドのクルーなんですよ。なんかいつの間にかクルーになっちゃって。なんかきっかけは、男友達に誘ってもらってライブ行って、なんかウーバーワールドかふーんって感じで行ったの、最初はライブにね。なんですけど、もういつの間にかクルーになっちゃったよね。本当にね、ちょっと機会があればぜひウーバーワールドのライブ一度行っていただきたいんですけども、言葉のパワーがすごすぎるし、本当に熱いから、もう聞いてて元気出るんですよ日頃。そんなちっちゃいキャパシティのライブハウスで2日間ウーバーワールド見れちゃった日にはもう今週ウケるパンチですよ。そうなの、楽しい予定とか行くとその後ね、お仕事が頑張れますよね。ちょっと今ホットビューラーを温めてるんです。ただ話してるわけじゃないんです。意味のある時間なんです、これ。デジャブのアイライナーを使っていきます。線が柔らかくて描きやすいし、すごいもう全然落ちないので好きです。Dアップのリキッドライナーブラウンブラックで引いていきます。で、まつげの間を埋めるように引いていきます。エルフのアイシャドウネイキッドを使っていきます。これアイハーブで購入した、要はいわゆる海外コスメ、使いやすいカラーがしっかりと揃っている、ほんと捨て色がない、ちょっとごめんなさい下の方粉粉ってたんですけど、イエローゴールドっぽいラメを、これ6プラスのブラシセットに入っているアイシャドウブラシ、ふわーんってのせます。ちょっとパール感があるアイシャドウなので、昼間表参道歩いてて日差しが当たった時とかに綺麗かなっていう、なんかすごいひねり方してる。すごいひねり方。まあそんなね、日差しが当たって綺麗かななんて自己満でしかないんですけど、なんかそういう質感とかその日の空気とかをメイクに取り入れて、どんな風なメイクにするかなっていうのを決めるのが好きです。続いてお隣さんのブラウンを一番ダークなブラウンを取って、アイラインに重ねるようにつけていきます。顔なんです。ちょっとこの塗り方塗りにくいぞ。今と同じブラウンを下まぶた3分の1にも入れます。このさらにお隣のブラウンを取って、まあ、このまんまでも綺麗なんですけど、3のシマリングアイカラーベールをつけていきます。粉のままラメが入ってるので出しすぎるとあれなので、いつも私はこの蓋を取って蓋についてるところにこう指を置いてまぶたにつけてます。まぶたの中心に
見てキラキラっと、このラメが綺麗なんですよね。こんな感じです。ジルのパウダーを使って眉毛を描いていきます。皆さん、ワールドカップは見てました？あれ、ちょっと待って待ってとか言って自分で話を振っといて待ってっておかしいでしょって話なんですけど、眉毛を上向きに溶かします。好きながらここまで。私別にそんなになんかあのサッカーに詳しいわけでもなく、毎回見てますっていうタイプじゃないんですけど、やっぱワールドカップとかだと見たいなと思って日本戦は結構見たんですけど、悔しかったね最後のベルギー戦ホル、あれ本当に悔しかった。一旦ここでエトモスのアイブロウのペンシルを使っていきます。また4年後ですね。次は年後って私待って、今今年29になるから30、31歳ええだって33歳か。4年後、お願いなんで結婚しててください眉マスカラはインテグレートのものを使っていきます。自分がやり始めてから思ったちょっと持ってきてみましたが、私が使っているブラシ、この6プラスってとこのブラシセットを使ってます。シェーディングに入るんですけど、私はこのケイトのシェーディング用のカラーをノーズシャドウとして使ってます。指でぼかします。眉と目の間を近づけたいので、ここにも影を入れてのっぴり帽子こんな感じで鼻を出現させまして、どうしようかな、チーク。どうにするか。イニスフリーのマイクリームチーク。艶肌が好きなのでチークは練り系を使うことが多いです。そして最近の艶肌の秘密パート2、エトモスのミネラルハイライトクリームです。いつもはこの上しかハイライトを入れてなかったんですよ。なんですけど最近このほっぺたの中心にちょっと置くように、これを入れ出してからツヤ肌ですねっていうコメントをいただくようになりました。さっきのこの高限度のイルミライターとこのエトボスのハイライトの入れ方の相乗効果によって最近ツヤ肌度がアップしております。リップは服を選んでから最後仕上げに決めたいと思います。ラカスタのスタイリングミルクカールキープをつけていきます。全体につけます。巻いてポニーテールにしたいのでお腹すいたお腹すいた、パン巻いてる場合じゃない何か食べたい。こんな感じで一旦バラし、ちょっと一旦めちゃくちゃ適当に褒めておいて服を選びますそれでは服を選びます。どうしようかなどうしようかなってクローゼットを開けた割にはちょっと1階に取りに行ってきますじゃん今日はちょっときれいめにギンガムチェックのメイドインヘブンのワンピースにしてみました。すごく形が綺麗で、これなんと後ろでこの白い襟の部分を結んでるので、なんかちょっと首輪みたいになってて、こんな感じにして、でこのチョロ毛を、そしてケープとろげたちにかけます。このポニーテールの毛束をちょっとツヤっぽくしていきたいんですけど、前まではこういう時私プロダクト使ってたんですけど、プロダクトちょっとテクスチャーがすごく硬くて量をたくさん使わないとツヤ髪にならなくて、結果的になんかコスパ悪いなって思ってて、なので最近は私がその通っているエニシっていう病院のオーガニックバターっていうヘアワックス、これだとテクスチャーがすごく軽い、柔らかいので伸びやすくて少量で結構ツヤ髪になるのでプロダクトよりコスパがいい。でこれにエニシのオーガニックオイルを合わせて髪全体につけていきます。前の方のトロゲにも少しつけて、このポニーテールをツヤツヤっとしておしゃれっぽくなります。このオーガニックバターハンドクリームとしても使えるので、髪につけた後にいつもそのままこう手とか腕まで揉み込んで保湿もしてます。このローラン・メルシエの
すっごくものすごく発色がいい、本来マットなリップなんですけど、で中心に置いてからポンポンポンとぼかしています。そんな感じでーすどんな感じバッグはじゃらん、前にジュエティで購入した面白バッグなんですけど、こっちがウィークデーって書いてあって、こっちにウィークエンドって書いてあるバッグ、ちょっとこういう遊び心を取り入れるのが好きなので選んでみました。で髪はふわふわのポニーテールで楽しく友達と表参道でお茶してこようと思います。全身のコーディネートはこんな感じです。足元は赤のメリッサのサンダルにしてみました。以上が準備の様子でした。この後私は本当にそうなんです、表参道に旅立たないといけないので、お茶するのを楽しみに行ってきます。この動画を楽しんでいただいた方は高評価ボタンとぜひチャンネル登録もお願いします。インスタグラム、ツイッター、オフィシャルブログも綴っているので、概要欄の下の方の URL から飛んでフォローやチェックをお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーこと石井アミでした。行ってきます。